いやいやいや、FRC の熱い戦いも終わり、すごかった。もうね、あれで声やられたもん声はちょっと大事にしてくださいよ。なんで、うん、必要ないよ、俺に声は。何言ってんだよ。直樹の部屋があるじゃない。バカじゃないのお前俺はしないよ、何もしないよ。さあ始めようか。最後のステージです、僕。そうです、生放送をご覧の皆様にはこれが最後のプログラムとなります。直樹の部屋、私は負けないぞ。直樹の部屋パート3をお送りしていきたいと思います。いやいや、何を言ってるのかな。思います。暖かい、いや暖かいな。あ、待って待って、それは何の声援？違うよ、吉田お疲れ様っていうことでしょ。そういうこと。最後のステージでよかったねって。歌楽しみだなじゃないの。それはプライマルズでしょ。ごめんなさいごめんなさい、俺の機嫌がね悪くなるよ。そうですね、の前に、直樹の部屋パート3ということで、はいはい、ギリギリまでね無事に来ていただけるかどうか分からなかったので、はい、誰だかお伝えできていませんでしたが、早速直樹の部屋パート3のゲストの方に登場いただきます。はい、皆さん盛大な拍手と声援でお迎えください。ゲストのグレイのテルさんです。さすが。よろしくお願いします。だってこのまま走ってきてこうガッていきそうですいやすごいですね。ありがとうございます。いや素晴らしい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではソファーの方に。はい、よろしくお願いします。すごい、花見これが違うんですよ。これがスターですよ、今の完成見た、ね、いやいやいや本当にありがとうございます。メンツが保てました。花道の正しい使い方も拝見。そう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 。遠いですね。そうなんです、遠いです。我々ゲーム開発者には、ね、結構大変なんですよ、あれ。20メートルを持て余して大変だという話でございましたが、てるさんをお迎えして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。言わずもがなではあるんですが、プロフィールの確認をさせていただきたいと思います。はい、画面お願いします。知ってた、スーパースターです。スーパースターです、はい、皆さんに一言ご挨拶をお願いできますか。はい、今年でデビュー25周年そして結成31年目になります。グレーのテルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ムッキーちゃんですそうでした、剣光の選手ムッキーちゃん。恥ずかしい、はい、いやまあ、本当にお忙しいと思うんですけど、はい、まあ、ちょっとアイスブレイク的に、はい、最近どうです、お忙しいとは思うんですけど、はい、昨日ですね、昨日EXILE の TAKAHIRO と、はい、うちのバンドのグレーのですねギター久志が出てるバンドのライブがあって、はいはい、札幌で、札幌でそれでゲストライブで出てきて、はい、で今飛行機で札幌から帰ってきてちょっと待ってください。今状況なんですよ。状況整理していいですか、はい、昨日札幌で、札幌でライブでした。ライブだった、はい、で、今日飛行機で札幌から羽田に来て羽田から幕張へと。あ、そう、ありがとうございます。それあれなんですよ、うん、札幌が今大雪で、ほう、で、2時間遅延とかあって、飛行機がですか。飛行機がで、僕らが乗る飛行機も2時間遅延が決まってたのでやばいということで、うちのマネージャーがいろいろと各方面連絡して2席だけ空いてるということで、ギリギリ間に合ったのはその2席に座れたからです。じゃあ飛行機を繰り上げて、繰り上げてありがとうございます。本当に間に合ってよかったです。お願いします。なんかステージ1日経って疲れたとか言ってる場合じゃなかった。言ってる場合じゃなかったそうですね、それではてるさんをお迎えして、いくつか、はい、またキーワードに沿って話を進めていければと思いますので、はい、最初のテーマはこちらです。お願いします。生活の変化、あ、はい、ということですか。まあ、当然、はい、まあ、僕地元が一緒でですね、そうですね、デビュー前からグレーの名前は当然知ってるわけで、はい、で、まあ、メジャーデビューしてドカンといって、うん、
で、まあちょっと飲みにも連れてってもらったりしてお話してたら、もう今は完全に朝方の生活なんだってよくおっしゃってて、そうですね、もうすごいこうゲームのために朝方になったんじゃないかっていうぐらい。あ、でそこにファイナルファンタジー14っていう、またこう時間をかなり使う、相当使いますね、趣味が入ってきて、はい、なんかこうさらに生活サイクルとか生活する上で変化って何か出た、まずあります、夜あのお酒を飲んじゃうと霊識とかもちょっと危ういんでよくあのうちのね FC の, あのメンバーとやってたんですけども、はい、マスターお酒入ってませんか、あ、すぐ言われる、そう、いや飲んでない飲んでない、本当は飲んでるんですけどちょっとやっぱりこうね、あの手元が狂うみたいで、はいはい、でそれでちょっと指摘されてからはちょっと夜も霊識とかやるときはお酒を入れずにやるようになりました。はあ、真面目にやってます。なるほど、はい、であれなんですよね、あの朝よく14起動してそうなんですよ、うん、朝活って言ってるんですけど、朝活、そう、朝にまずそのまあ FC のみんなとこうご挨拶して、はいはい、でそれから1日が始まるんですけども、そっから1時間2時間ちょっとまあ1日できることやって、はいはいはい、でそれから仕事して、はい、で帰ってきたらまたインするっていう感じですね。いや、ちょくちょくこう例えばムッキーちゃんのスクリーンショット撮って加工してたりとか、はい、そうですね、楽しまれて、あれってどういう間にやってるんですか。あれはまずあのスクリーンショット撮って一応保存しておいて、で仕事の合間に時間があるときにフォトショップでいろいろ加工したりとかその現場とかでですか。現場とかで、はい、合間にスタジオに入って休憩中にやったりとかやってます。あ、はい、じゃあもうひたすら時間をうまく使うを。そうですね、やっぱこう時間をちゃんとこう自分で決めてやらないと、やっぱりそういう時間作れないと思うので、はいはい、しっかりとそのやるときはやる、仕事するときは仕事するっていうのをきっぱりと分けてやってます。じゃあもうダラダラはしない、そんなことしてる暇はない。そんな暇ないですねいやでもね、最近あれなんですよ、いろいろとまたあのプレースタイルが変わってきて、はいはいはい、はい、ちょっとこう面白くなってきましたけどね。ほうほう、じゃあちょっとじゃあこの流れで、はい、次のトークテーマに早速いきましょうか。お願いします。最近のプレイということで、はい、この僕が、はい、ギャザクラにドハマりしまして、ギャザクラにドハマり、ギャザクラにこれほどなんかこう拍手ができますよ。ありがとうございます。これほどなんかこう格闘好きな僕がですね、そうですね、そう、そのギャザクラの本当にこう一人きりで、あの負けぼの前でずっとキシャ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 ってやってるんですよ。え、それが楽しくて、スタートしてものすごい勢いで、あの攻略メモをもう取りつつね、そうですね、霊識まで行かれてたじゃないですか。やってましたね。そう、何がきっかけで、最初は、はい、多分ですけど、なんかFC の誕生日会とか毎月やってたんですけども、はい、その時にプレゼントする時の洋服を作りたくて、あ、FC メンバーに、はい、で裁縫師をとにかく60以上に上げたいと思ってやっていたら、はい、これ70までやってみようということで、70までやったらそれがなんかこう作れるものがどんどん増えてきて、はい、それがちょっとやみつきになっちゃって、はい、それからいろいろと上げていって、今70関数としてるのが4つぐらいあるのかな、はいはいはい、あと60ぐらいが2つあって、はいはい、もう全関数としてしようかなと思ってるんですけども、はい、もうそれ完全にあれですね、ギャザクラの沼みたいなやつにハマって言われました、ね、ってますよね。ギャザクラの沼へようこそって言われましたいやでも本当楽しいですよね。へえ、じゃあ今もうとにかくそのムッキーちゃんに着せるものっていうのもそうなんでしょうし、はい、その FC のメンバーのためにいろいろ作ってましてね。で今ちょっとね、仕事が忙しすぎて、はいはいはい、1ヶ月ぐらい全然インできなくて、はいはいはい、で今後もなかなかこうインできないということで、うん、ちょっとマスターを、はいはいはい、信頼のおける、メンバーに代わってもらって、はいはい、で今マスターはその方にやってもらって、はい、僕はちょっとこう一人のメンバーとしてなるほど、入れる時は入ろうかなと思うんですけど、はい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 、はい、へえ、実際ギャザクラで、はい、そのまあ自分が作ったものを、はい、さらにこうマーケットに流していくとか、そこまではまだ行ってないですか。最初はそのマーケットで流すというよりも、そのまあメンバーが今300人ぐらいいるんで、はいはいはい、そのメンバーに安く
売っていこうかなっていう形でやってはいたんですけども、やっぱりどんどんやっぱり素材が足りなくなるじゃないですか、はいはい、で中間素材を自分で作ったりでもやっぱり時間がかかるんで、それをまあ一応そのメンバーの方にいろいろこう集めてきてもらったりとかして僕がギルを払って、はいはい、なんかそこで一つのこうマーケットができ始めていたので、そこで僕が作ってまたそれを販売して買ってもらうという小さなマーケットができてましたね。それもまたあれですね、大規模 FC ならではのそうですね、だって300人超えの FC とか海外ではあるんですよ、そうですね、そうそうね、大きいとこありますよね、いやでもすごいな、そうですね、そうでも一回今度はまあ僕一応全ギャザクラ完走なんですけど、すごいですね、あんまりギャザクラやってないと思われてるんですけどプレイヤーの皆さん実はね、そう一番先行はね時間がないんでさすがに、はい、隙間産業っていうのがあって、はい、隙間産業、まあアイテム名は言わないですけど、はい、これ作って売っときゃただずぼったくれるぞみたいなやつがパッチ動向によってちょっとずつあるんですよ。ああそうっすか、それを狙ってそれ狙いたいですね、ヒルさんがね、メンバーのためにとかいい話の後に、これで隙間で儲けたろうみたいな感じで大丈夫ですか？いや、もっと沼にはまってもらった方がいいかなと思って、ね、さらに引っ張り込もうと。でもたまにやっぱ素材をマキボに置いておくとそれで表示が出るじゃないですか、売れましたって、はいはいはい、ね、あれを出てすごく嬉しいですけども、なんで 15% も取られるんですか？ 15% でしたっけ？あ、なんで急に物申す？物申すコーナーに。いやいや、ちょっといいんですよ、いいんです、自分が作って自分が売ってるのになんでこんなにパーセンテージ取られなきゃいけないんだっていうのはちょっと疑問があって。なるほど、はい、ですねまあ、エオルゼアの世界ってまあ一つの世界じゃないですか。そうですね、通貨になってるギルっていうものが、当然モンスターとかダンジョンから自然排出される、はい、で、回収をある程度しないとシステム側で、ひたすらギルがプレイヤーの間しか回らなくなってしまって完全に何を買うにしてもインフレーションしてしまうので、そのために儲けた人からは申し訳ございませんなんか銀行みたいですね。そうですそうですね、手数料だけちょっといただいてもよろしいですかっていうのをやらせてもらってるっていう感じですね。なのでまあちょっとまあ同じようにね、最近始めた方とか、MMO がその14が初めてだっていうと同じ疑問をね、もしかしたら持ってる方がいるかもしれないですけど、皆さんの経済を守るためにそうですね、やむなく回収させていただいております。言い方は次第ですけどもね、はい、まあテレポにお金がかかるのもですね、かかりますね、はい、エーテライトを維持する維持費ね、大事です、はい、費用が、ね、はい、必要ということで回収させてもらう、社会を知るというですね、はい、でも本当にマーケットボードを見て、売れ筋、隠れた売れ筋を探すっていう楽しみを覚えると、そうですね、アプリでこう負け棒をタバコ吸いながら見て、これかって言ってこう、いやでもその負け棒を見てやっぱこうレベル上げするときってすごい買いまくったんですよ、負け物の、はいはいはい、安い順から、はいはい、そうするとどんどん値が上がっていくじゃないですか、その時にあ、ちょっと悪いことしたかなとすごい罪悪感があって、わか、大丈夫です、なので最近では一番上の安いやつだけ1個だけ残して中華だけ買っていくっていうそれせこいことを学びまして、いいちょっとした遠慮がそうそう、基準はこれですよって、絶対残すっていう、俺はその1個上から買うよって買うじゃあそこ値はできるだけ買えないように、そう、買えないように、はぁ、なるほど、なるほど、でも僕みたいなその隙間産業やってる人からすると、はい、いいから買って、いいから買ってって、値段釣り上がった方がこっち儲かるんでっていういやだからそこ行くとまた、はい、そのちょっとの空いた時間で狙ったものを作って、ね、マーケットに流して帰ってきたらギルがいくら溜まってるかなっていうのを見る、いやーいいですね、そう、そんな楽しみも増えたりするので、まあ、ちょっと落ち着いたらぜひ、落ち着いたらデビューです、はい、お願いします。でも根本的な疑問としてはそのバトル一辺倒からギャザクラにハマった、はい、そのギャザクラの一連の動きの中でそのどの要素がそのツボにハマったんですか？一番はまあこういろんなスタイルの洋服があるじゃないですか、はい、それである日
あの久しっぽい、うちのギターの久し、はい、久しが着るっぽい衣装みたいなのがあったんですよ、はいはいはい、あのレザーの革ジャンに、あと帽子もあって、うん、名前忘れちゃったんですけど、それをかぶってたら久しだったんですよそれでやっぱあのグレーファンが多いので、はいはい、その FC は、はい、で久しのジャケットっていう名前で売ったらバカ売れしたんですよそこでちょっと味を占めたっていうのはありますね。あ、なるほど。だってグレーのテルが作る久しのジャケットも面白すぎますね。おかしいでしょ、ゲームの中でそうですね。でもそういうなんかこう楽しみ方もあって、そしたらやっぱこう久しのようにこうツートンの髪のメンバーもいて、はいはい、うん、でその子がそれを買って来てくれたら久しなんですよ絶対久しファンだよねって言ったらそうですそういうのもなんか楽しみです。久しさんもそこで再現されてるとは思わないでしょう ね、 思ってないですねいや、そうなんだ。じゃあそういう制作作業そのものというよりかはその先が楽しくてやってるんです。でも制作作業もやっぱり今までどんどんあの極とか、うん、あの極シリーズとか、はい、あとはね、レシピとかやっていて、はい、やっぱりすごいこう集中して頭に叩き込むことがすごい多かったじゃないですか、うんうん、そこからちょっと解放されたいというのもあったんですけども、そこで緩やかなそのマクロを作って、で、はい、あのハイクオリティを HQ を作る時のあの喜びでピンってなる、はい、あの、はいはいはい、あれを知ってしまった時に、あ、これからどんどんこう HQ を作って、うん、それで洋服を作ってみたいと思ったのが一番最初のやっぱこうハマったきっかけですね。あ、 HQ 作り、まあ、あれ一人でちょっとニヤニヤしますからね。しますよね、はい、もう それを通り過ぎたプレイヤーも多分たくさんいてですね。そうですよね。そう、メンバーにも、ね、いっぱいいるんですけども、やっぱり全てカンストしてる人は、はいはい、全てカンストするとあの簡単に HQ を作れるようになるっていうことを言われるんですよね、うん、チャットで、はいはい、それが僕の励みになるというか。なるほど。絶対やってやるという、まあその先に行くとですね 98% なのになんでこれ NQ なんだよみたいなあ、そういうのもあるんですか。あるんですよ。そうですか。エオルゼアあるあるですよ、100% という表示以外は何も信用してはいけないっていうで、さらに極めようとすると、うん、そのギャザクラ装備にも禁断のマテリアクラフトをしていかないとパラメーターが届かないっていうので、もうマテリアが割れる音の方が日常っていう、まあ刺さらなくても当然っていう。そうまだそこまで行けてないです。そうなんですよ。そこ行くとまた新しい自分が見つかるかもしれないのでぜひ、はい、ギャザクラも極めて。そうですね、ちょっと極めたいですね。はい、ちなみに会場にお越しの皆さん、ギャザクラ全部カンストしてるぜ。おお、結構いるね。いっぱいいた。すげえ。うわ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 。ちょっと最近のトレンド何？儲かるやつバレるじゃないですか、放送に載せたら。知りたい知りたいここで言ったら、帰った頃には大暴落してますよ。そう、負け棒から消えるっていう事件が起こるかもしれない。いや、はい、そうか、そうですか、はい、いやすごいですね。テールさんがギャザクラはね、本当イメージ外でした恐ろしい。あれですね、やっぱりギャザクラ上げるときはやっぱりそれぞれのジョブ一緒に上げていった方が多いですね。ああ、そうですね、はい、うん、装備も使い回せるし。そうなんですよね、はい、それちょっと失敗して、うん、最初ね、最高値から上げていったんで、そしたらやっぱりこうわざわざいろいろとね、着替えないといけないし。そうですね、まあお願いヘイスティーをヘルさんがしてたんだと思うとちょっとこうグッとくるものがありますけどね。荷物多めに持ちたいですよね。あ、ねえ、本当に。いや、それはね、チョコボが持ってくれるようになりましたけども、はい、足りないんですよね。うん、あ、ギャザクラやっちゃうとね。ねえ、ちょっと待って。1年半前ぐらいに結構増やしたよね増やしましたね。足りない足りない足りない。いや、その聞き方は必ず足りないって感じですよ。そうか、はい、いや、これだけの人がね、足りないって言ってるから足りないですよ、本当に。なるほど、足りてるよねダメじゃんねえ、そうか、足りないか。足りないですね。あと何かあったな、なんか増やしてほしいものが。あれ、ちょっと待って、コーナーの、なんだろう、まだ趣旨が。まだじゃあ進みます。
私はいつでも、いや無理に進めなくてもいいけど、トークテーマあと1個あるんです。あ、そうなんだ。なんかわかんないけどもう1個あるんですけど、ちょっと見てみる。トークテーマ見ます。こちらです。そうですね。まあ、今日おさらいしますと、負けぼのパーセンテージのお話を頂戴しました。カバンの容量の話、はい、今途中かもしれませんけど、うん、頂戴しました、うん、あと何でしたっけね。ちょっと急に言われてもやったほらお優しい。そうですよ、だってです、ね、地元の優しい優しい先輩ですもの。そんな吉田に引いたことなんて。あとあれだ、いはい、リーブ券99枚じゃちょっと足りないですね。えリーブ券、リーブ、何あれね、リーブ券ハマるとリーブ券、リーブ券、あれハマると、はい、99枚一気に使っちゃうんですよ。存じておりますよ。そう、それをね毎日毎日こう待ってるのが辛いんですよ。ハマるまでリーブ券発行されるのを待ってる待ってる。そう、同時にね全部こう上げていくとやっぱりそれぞれで使うじゃないですか。あ、分かります分かります。そう、それで足りないんですよ。よし、今日はリーブで上げるぞって。僕の場合ほら丸々一日休みになることなかなかないんで、はいはい、今日は一日俺絶対ギャツグラもう50から、ね、うん、70まで上げるの2つぐらい上げようっていう気持ちでいくと、途中でもうあと3枚あと2枚大型もお口も頼めないっていうね。そう、そういうのがちょっとなんか変えればいいですけどね、ギルで。あ、変えたりとかね。なるほどなるほど。リーブ券売ってくれよって。本当にもう欲しい、買いたい。だいぶ渇望されてる。じゃあ前回出た時ね、14時間出た時にあの金はあるけどギルはないっていう名言いきましょう。今だいぶギルも溜まってきてるので、溜まってきた。でギルはあるから買わせてくれと。そう、ギルはあるけどリーブ券がないっていうね。なるほど、今度はね。そうですね。いや、実はあのギルドリーブっていうシステム、僕がファイナルファンタジー14を担当する前の Q14 という状態の時にあったもので、はいはい、で1日にその、まあ、何時間おきにリーブ券がこう発行されるっていう仕組みがあって、はい、そのまま引き継いだんですよ。で今となってはなんであれにそのリーブ券つけてるのか僕もあんまよく分かってないですね。急に上げたい人がいるからですよ。ただなあ、あと晩神のクエストももう少し1日3回とかじゃなくてなんかもっと受注したいですよね。あおそうね、ダマゾーとかね面白いからもっとやりたいですよね。いや、うんうん、あ、ちょっと拍手が少ない。あれですリーブ券は、はい、でも確かに今論理的に何かこう、うん、一生懸命カウンターしようと思ったんですけど、はい、確かに今の枚数である必要はあんまりないような気もするかな、ね、お言ってみるもんですね。だって前からついたものをわざわざね守る必要ないですもんね。もうそれじゃ革命児じゃない。そう、まあ確かに確かにおっしゃる通りですね。ね、うん、新しくね、新しく、ね、価値観が変われば、はい、システムも変わっていくべきですもん ね、 そうですね。でも確かに本気で考えてるけど本気でリーブ券がある意味ってなんだっけな。でも実際リーブ券で皆さんギャツクラ上げたって人います？結構いますよね。うわうわうわ、必要なんですよ。いや、いた。いや俺もだから、まあ、でもそれはそうですよ、ね、リーブなくなって、そうですね、なんだよこれリーブ券くれよもっとって思いましたもんだって。あじゃあ話は早いですね。確かにな、もうちょっと増えてもいいよな。うん、しかもね使うときあっという間になくなるんですよね。そう、あっという間ですよね。そうそうそう、確かに言われてふと思ったけど、最近ねそういう根本的なことを あまり言われなくなってですね、うん、多分ギャザクラを今上げてる人ってなかなかいないからじゃないですかね。そうですね、一度上げ切ってしまえばっていうのと、はい、あとはもうもっとプレイヤーの皆さんが慣れて、うん、もっとこう根本的なところはどうせ吉田変える気ねえんだろみたいな感じで。なるほどなるほど。たまにこういう直球でリーブ券を増やしてくれて懐かしいなって感じがしました。いや、でもそういう根本的なものだったら結構あるかもしれないですね、初期段階のものでは。あ、うん、やっぱり逆に
MMO 初めて遊んだとかいう人の方が、はい、 そうですね、そういう疑問は確かに生まれやすいですね、うん、やっぱ時間あるけどそういうところで、ね、リーブ系がないだからちょっとお休みした時のそのちょっとした時間でちょっとこう忘れちゃうとかね、うん、2,3 日インする機会がなくなったりとか、うんうんうん、もしそれがずっとできたらもう次の朝までやっちゃったりとかどんどん続けていけられるんで、うん、まあ確かに、うん、修正弦は外さないですけど、うん、外さないですけど、はい、あれ外れないんですか、今の霊式は間もなく外れるよ。あ、そうですね、うん、おあれ今そんな話をしてたかな。さ、次行こうか先ほどちらっとはい、あったの私は聞き漏らしませんでしたけど、蛮族クエストの、あ、そうですね、蛮族制限はあれは別件ですか。あれはですね、はい、なんと言いますか、開発都合でございます。あ、都合ですか。長い期間お得意様もゆっくり、あ、うん、はい、あポンとポンと次が来ますね。我々はですね、はい、そのなんて言うんでしょう、プレイする制限リミットに合わせた、うん、価値ある報酬を提供していますの で、 そ、 で、ね、その制限を外すとですね、いや、外してほしいってわけじゃないんですよ。あ、はいただ1日3回っていうか3回しかこうね受注できないのは、はい、じゃあ同時に4つ上げていたとしたらじゃあどれで上げるかって、それぞれで3回できるわけじゃないですもんね。はい、はいはいはい、選ぶトータルがあります。そうそうね、それがもしかしたら、うん、そのジョブによって3回になったらありがたいかなっていうですってこいつ全然味方じゃないんだよないや、とにかくあれなんですよ、多分ね、もう上げ切った方々はあんまりこう興味がないかもしれないですけども、多分今後からその複数実装された状態で上げをすると、うん、はい、こいつもこいつも解放されてて上げられるのに、うん、なんでそもそも12回しかないんだよ、そう、足りないじゃん満足の数分、ね、っていうことですよ、ね、そういうことですね、はい、おっしゃる通りですでもそれでまたね、月額でやってない人が興味を持ってやってくれたら本当にハマれますからね、これは。まあ確かに女性とか一番ハマりやすいんじゃないでしょうかね、うん、いろんな服が作れたりいろんなものがね、まあそうですね、はい、14プレイヤー他のオンラインゲームとかに比べると格段にやっぱり女性のプレイヤーの数多いと思いますんで、はい、まあ確かにね、うん、なんか本当本質的なところぶっ込まれて、はい、ちょっと答えに窮するな珍しいパターンですね、はい、まあ増やさないんですかっていう声は開発からもあるんですけど、はい、うんうん、まあ確かにあんまり増やさない動機は今ない気はしますね。じゃあ拍手の多さで決めましょうか。ありがとうございます、いただきました。前向きに検討を前向きにいただきますあれ次パッチって7月あ4日でしたっけ、次の拡張が7月2日発売で、でてるさん6月28日から、はい、アーリーアクセスといって、はい、正式な発売日は7月2日 で、 7月2日で、いわゆるお店屋さんでパッケージが並ぶのは7月2日ですけど、うんうん、今漆黒のヴィランズをご予約いただくと、あ、もう予約してますよ。 ありがとうございますもちろんです、ありがとうございます、してます、はい、6月28日からプレイできますね、はい、そうですね、事実上光の選手にとっては6月28日ですね。わかりました、はい、ぜひお忙しいとは思うんですけどスケジュールを空けてですね、はい、お、なんかあるんですか、また。いや、まあ大量のメインストーリーと新しい世界が広がっていくので、すごい楽しみですね。ぜひぜひ、はい、いや、ぜひですね、あれが気になったんですよ、トレーラー見て、はい、闇の戦士っていう一言が、はいはいはい、めっちゃ気になって、でも個人的には、うん、テルさんにガンブレーカーやってもらいたいんですよね、はい、ああやってみたいですね。あ、できれば、まあ、ムッキーちゃんに、はい、スコーラタイヤを着せて、おー、まあ、ちょっとキャラメイクもちょっとテルさんっぽい感じに変えていただいてやっていただくとちょっと面白いなって、はい、頑張っていいよ。ガンブレードが実装されますんで、はい、ね、楽しみですね。新しいタンクが入りますんで、はいはい、あと、はい、踊り子もですよね。はい、踊り子も入ります。はい、はい、踊り子のムッキーちゃんだとね、確かに踊り子しようかな。踊り子の衣装を楽しみにしておりますんで、はい大丈夫ですよ、あれは結構揺れるようにちゃんと作りましたんで一応
そうマックスにしてますんで。はい、ありがとうございます。ね、もちろん男はマックスですよね。ね、はい。もうなさそうだよ。あれ、もう大丈夫ですか。まあ、それで、はい、全然で。あらあら、もう珍しいゲストの方でもういいやって言ってくださるのはテルさんぐらいですよ。うん、いや確かにね。じゃ逆にあれですよ、吉田さんから あんまりねこういう機会ないので、はいはい、吉田さんからテルさんの、まあ、ゲームスタイルでも生活スタイルでもいいんですけど、せっかくだから聞いてみようみたいなことないんですか。あー、そうですね、まあ最近ちょっとテルさんも、まあ、常にお忙しいですし、はい、ちょっと僕も繁忙期に突入しているので、なかなか遊びに行けてないじゃないですか。そうですね、まあ、全然プライベートの話聞いちゃっていい。はいはい、どうぞ。今年何本ぐらい滑りに行きました。一応ね、1,2,3 で12本てます。は？もう12本滑ってます。12本？はい。全然俺足元にも及んでなかった。吉田さん何本でしたっけ？俺5本6本かな。うん。はい。函館が結構いい感じで。そう、函館、はい、でもね、僕本当雪がね少ない年は全然、ね、そう少ないんで。大丈夫ですか？皆さん話ついてきてます。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。そのうちスノーボード実装しようと思うんで。ああ、いいですね。いや、あ、麻雀も面白いですね。あ、ね、麻雀は面白かったです。はい、うん、ドマ式麻雀を実装したので、はい、結構麻雀から、あれ、テルさんは麻雀ってやりましたよ。俺、あれなんですよ、高校時代たくさんやって、高校卒業とともに麻雀も卒業しました、うん、なるほどなるほど。はい、そう、それぐらい打ってた。それぐらい打ってましたね。いや、函館っていう町は本当にね、そう遊ぶ場所が全然ないんで、普通にマージャンとかやって友達と遊んでたので、うん、まあ、賭けマージャンではないですけども。やらないですよ、賭けなんて、とんでもない、そんなものではないですよ、はい、マージャンは、ね、なので本当に高校3年間ぐらいで、そうです、結構学んで、まあ、僕も函館で3年高校行ってたんで、まあ、全く同じ3年間を過ごしましたけど、マージャンで。で、卒業して東京来てからは全然ほとんどやってないって感じですね、うん、あ、そうなんですね、うん、じゃあドマ式マージャンで久しぶりのマージャンだみたいな感じですね、うん、久々に ね、みんなで遊んで、はいはい、楽しかったです。へえ、あれ半チャンでおしまいですよね。またそこでぶっ込む。まあ半チャンが欲しいっていう声は確かに結構多いんですよ、うん、まあ、トンナン戦長いんだよなって、ね、で、まあ、確かにやってると気がついたらなんかこう朝になっているぞみたいな、ね、うん、悩ましいですよね。早上がりがすごい出るじゃないですか、短いと、うん、食いたんありでしたっけ。基本ありなんですよ。で、それも結構揉めて、あ、食いたんありにするとどうしても安手早上がりに場を荒らされるんで、ね、回っちゃって、そうね、でも、まあ、担当者が絶対に会った方がいいですよと、うん、なぜならとにかく初心者の方でも上がれるようにした方が、うんうん、麻雀の面白さを分かってもらえると思って説得されて、クイタンありがベースルールなんですよ、うん、で、あれでハンチャンやっちゃうと、ね、早すぎる、ね、初心者がついていけないのかなと思って、ね、ちょっと悩ましいですね、はい、作るのはね、そんな難しくはないんですけど、いや、だからでもそのエオルゼアっていう世界がまた一個ちょっと違った遊び方というか、そうですね、僕ももともとはその戦闘が楽しくて始めた、はい、そのね、エオルゼア生活ではあったんですけども、はい、まさかこうやってギャザクラにハマってずっとこうレベル上げをしてるような、ね、うん、そのゲームスタイルになるとは思わず、うん、確かにそうです、何かきっかけが分からないですけどね、本当にこうエオルゼアでこう遊んでいるといろんなその楽しみ方ができるんだなってことは、ちょっとこう今2年目になりますけども、うん、6月、ね、そうですよ ね、 そうですね、もう2年ですもんね、2年経ちますね。そう、え、でもテールさんはもともとモンハンとかも結構オンライン、うん、そうですよ、ゲームそうです、ね、プレイされるじゃないですか、はい、でも丸2年こうずっと続くってありました？ないですね。要するにパッチがこう変わっていくっていうゲームは初めてだ、初めてだから、だから1個でこう完結型が多かったんで、はい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 、まあ、だからこうクリアしたらそれで終了、やり尽くして終わりみたいな、やり尽くしてちょっとこう時間空いてもう一回やってみようかなっていうぐらいのゲームの楽しみ方だったんですが、やっぱりこうパッチを
ね、公開されるのが本当に楽しみにするようなゲームは初めてで、毎回やっぱりこうニュースとか見てね、あ、そろそろ来るなっていう心構えがあるっていうのは、やっぱこう初めてだったんで、はい、それだけでもやっぱりドキドキしますもんね。あ、それは素直に嬉しい感想ですね、うん、僕らみたいにこう MMO を作ってる人間からすると、はい、まあ、素直にやっぱりパッチを楽しみにしてもらえるのが一番嬉しいので、多分全員楽しみにしてるんじゃないですかね。まあ、あ、ね、楽しみですよね。だからね、超対策でもなくてもいいから、ほんとこまめにちょっと変わっていくっていう、リニューアルされていくっていう方がなんか嬉しかったりするかもしれないですね。うん、確かに3ヶ月待たされるよりは、うん、あ、なるほど。あやい雲行きが変わってまいりましたけれども、大変なんですよ。そうですね、わかります。曲作りも一緒です。そうですよ ね、 はい、毎月シングルリリースはできないですよね。できないですね。そういえば、いやでも、うん、まあ、今回その麻雀実装されてまた遊び方広がって、はい、で本当にまあスノーボードはいずれなんとかしたいとは思ってるんですよ。麻雀はね、幸い本当に好きな担当者が見つかったのでいいんですけど、うん、スノーボードはね、チームで一番好きなのが僕だっていうのが問題で、誰もね、担当するって言ってくれないんですよね。だって吉田うるさそうなんだもんみたいな。いやでもそれでね、板とかね、来れたらいいですね。そうなんですよ、だから板から作りたいじゃないですか。うん、作りたい。で、板から作るとしたら、まず切ってくるところからじゃないですか。それはそれで、そこからそっからやってほしい、せっかくなのね。でファイバーね、はい、どうするんだ、ね、有効エッジどれぐらいの長さにするんだって始まって、いや、それやれたら最高ですね。で自分の名入りステッカー貼ったボードを作って、ね、でもそうなるとですよ、コースめっちゃ作んなきゃいけないじゃないですか。ああ、そうですね。でそう考えていくと手を挙げてくれないんですよね、誰も。でも素敵な山々がいっぱいあるじゃないですか。ありますね、はい、どっか山と提携してモデルデータとかくれないかな。あ、うちのスキー場のモデルデータですみたいな。そうするとちょっと早いんですけど、ね、だって海外とかいいですね。あ、そうなると海外、はい、海外、いや海外でそんな滑れないですよ普通。うん、デルさんは海外で滑ってるかもしれないですけど。いやそういうなんかこうなかなか行けない、それこそねエベレストなんか滑れないじゃないですか。そのモデルデータ、そのモデルデータをいただいて、そこで滑れたら滑走できたら最高ですね。まあ確かにエオルゼアの中であればね、実現できることもですね、ある気はするので、はい、トレッキングとかね、今はすごい流行ってるじゃないですか。はいはいはい、それをエオルゼアでやったりとか、いち早く。最後に僕からなんですけど、はい、これがあったらいいなみたいな遊びとかシステムでもいいです。あ、エオルゼアの中で、はい、一番気になるのは、あのやっぱりこう空飛んでる時に、はい、やっぱこうムービーとか撮りたいじゃないですか。あ、その時に、はい、ムービー撮るとこういう動きしかないじゃないですか、うんうん、カメラの、じゃあだったらカメラ総裁のなんか搭載のちょっとこうなんか機械がついてきて、いろんな角度でこうムービー回せるようなシステムで、で自分がその飛んでる姿をいろんな角度から撮れるみたいな、はあ、そういうのあったらなんかミュージックビデオにね、こう、あ、なるほど、そう、ジアザーエンドオブズグローブでそういう飛んでるシーンをこう入れたりとか、結構あれ難しいんですよ、あの飛んでるところを撮るときこうギリギリのこう、あ、そう、フライング中撮影するのすごい難しいですよね。難しいですよね、うん、はあ、なんでこうアーティストの人たちって、はい、写真を撮るとか、確かにね、ムービーを撮るとか、いやでもゲームと音楽って一緒、一つじゃないですか、うん、だからそういう時にこのグレーのこの曲でムッキーちゃんがこう飛んでたら最高だなっていうのを自分で勝手に作って、自分用に楽しむように作ってたりするんですよ。あ、ムッキーちゃん愛が激しすぎて、やっぱりキャラ愛なんですね。そこキャラ愛ですね。そう、はあ、これそういう楽しみもあるので、やっぱこう自分で自分の世界でこう作っていくっていうね、どこにも公開はしませんけども、はいはい、そういう楽しみ方で楽しんでる人結構いると思いますよ。じゃあもうとにかくグレーのこの曲に合わせて、そう、演出をしして、だから前回ジャズの時にも、はいはいはい、提供させてもらったのは、はい、やっぱこの曲で
エオルゼアを飛んでほしいっていうね、はいはい、やっぱそれを著作権とかいろいろあるので、それを可能にするためにはそのお渡しして、はい、でいろんな人にこう提供することによって自分で作れるようになっていう、遠回しですけども自分がそれで楽しみたいためだけになるほど楽曲を提供したっていういやでもなかなかできる皆さんね、うん、なかなかできることじゃないんですよ。そうです、権利をあどうぞ使ってもいいですよって、そんなにねなかなか簡単なことじゃないの で、ね、だからもう少しねそういう権利問題が緩やかになってくれたら、いろんな音楽でね、うん、そのエオルゼのシーンを、はい、いろんなシーンをこう、うん、ね、組み合わせてかっこいい戦闘シーンだったりとかね、すごいこう素敵なミュージックビデオなんかができるといいな、作れると。そうですね、ついにカメラの枠を超えてドローンを飛ばすような要はドローンが飛んでるような、そうドローンが飛んでる感じってことですよね、はい、でフライングでまっすぐ飛ばせといて、自分でこうそのドローンをカメラを操作して自由に撮影するみたいな、ね、今普通にね、ドローンだとそのモードがあって、その自分を追跡するものがあって、はい、スノーボードとかね飛ばしてやると全部ね信号取れるっていうのはありますから、まあそドローンの機能ですからねドローンは普通に今ついてますけどそうですね、まあでもやれなくはないのはない。でも、ね、結構みんな飛んでる時に自分をこう近くに寄せたりとか遠くにしたりとか飛んでるのを見てると思うんですよね。結構ねやっぱりこう映像が綺麗なんで、やっぱりそうなんだ、うん、確かにね、夜空に浮かぶ、ね、満天の星の中をたまに僕一人でこう飛んで綺麗だなっていうのを ありがとうございますやってますもん。あいやそういう魅力がありますよね、ボディーには、うん、でそんな時ポチッと押してそれを残しておいて、それで音楽が流れたら最高ですね。あなるほどね確かに新しいな。じゃああれだな、ムービーなんだろう、今って、スクリーンショット同盟みたいなやつがいるんですよ、開発チーム内に。多分今度動画撮影同盟みたいなやつができて、うん、いかにしてなんか動画を撮るかみたいなのになってきそうなんだよな。そうですね、どこ目指してんだかね、ますますわからないゲームになりますけどでもやっぱり戦闘シーンとかもね、自分のやっぱりカメラだと切り替えしないとやっぱり撮れないじゃないですか、はいはい、で要するにこういろんなね画像、まあ、いろんなコンテンツがあったりとか見えてますけども、はい、ゲーム最中は見てるけども動画を撮ってたらそれが見えないで、うんうんうん、撮れてるっていうのもね、うん、そういう機能もあったら嬉しいな。なるほどやっぱり自キャラ愛が強い人たちは自キャラ愛がいかにして自分のキャラをかっこよく可愛く、まあ、撮るかそれから見せるかっていうところが、まあ、実際その音楽やってる、ね、僕らからするとミュージックビデオを撮るっていうのはやっぱりいかにかっこよく見せるかとかなので、はいはいはい、そういうことをやり続けてきたので、やっぱりこう音楽、好きな音楽と好きなキャラクターと好きな世界で、うん、やっぱり一つワンパックで見てみたいなとは思いますよね。まあでもそれを言っていただけるのはものすごい作ってる側としては嬉しいので、はい、まあ確かにファイナルファンタジー14申請してからもうすぐ6年に、うんはい、丸6年が経とうとしてますけど、はい、やっぱり自分のキャラあってのっていうところは、うんうん、当時申請した時なんかよりはるかに強くなってると思うので、はい、まあ、確かに一つの方向性としていかにこう自分のキャラをめでるかみたいな、そうですね、軸はもうちょっと確かに強化しても、うん、今日はね特にゲストで来る方がみんなその手の話ばっかりするんですよ。あ、そうですか、確かにな。じゃあまあ何かご検討いただくということで、うん、やるならちょっと面白いことやりたいよね、うん、はい、ありがとうございます、はい、といったところで早くもお時間が来てしまいましたので、はいですね、え、素敵な機能要望を受理していただいたところで、受理なんで君言葉すってあれ、うん、最後にテルさんに、はい、皆さんに一言いただいて締めたいと思いますので、はい、お願いいたします。はい、このままでいいですか。はい、大丈夫です、はい、僕がですね非課税になってから、6月で2年になるんですけども、ここまで本当にこうハマれるゲームもなかったし、ここまで愛せるゲームもなかったので、今後もですね新パッチとか楽しみにしながらも、長く愛せる
ゲームでありたいと思いますので、それは全てやっぱりこう今集まってくれてる非課線の皆さんのサポートだったりね、まあ、こう支えがあってこそだと思うので、なるべくね課金はたくさんして支えてね、より良い開発にね使えるお金を皆さんでこう届けてあげてほしいなと思いますので、僕もたくさん課金しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん盛大な拍手でお送りください。あのね、シンプルにかっこいい。いや、うん。できない。あ、かっこいいよ。ごめんなさい、申しません。申しないから許してください。かっこいいよ。いや、惜しかったな、今のクレーンで抜いてね。危ない。ネットに上げたらね、すぐフリー素材だったのにね。クレーンがこっちの角度にあることは承知の上です。そんなね、そんな簡単にやるもんじゃないんだよ。そうですね。さて、さあ正面に向かって。いやでもさ、やだよこんなの、なんだよ。さあこのあと、どれぐらいのツイッターにこれが流れるか、僕は非常に楽しみにしております。いやでもね、さあ終わりますよ。あ、ちょっとフレームに入んないで避けとかないとね、これね。何このステージ、なんか煽りがいりますか。吉田さんでしたみたいな。あ、でも、はい、だったら、はいはい、今日あれだよね、これ放送的には最後、そうそう、生放送がこれで最後です、ステージですよね、はい、じゃあスイッチをご覧の光の戦士の皆さんにご挨拶をして終わろうかな、はい、静まり返らないんだよ。では吉田さん、本日で、はい、あのファンフェスの生放送向けにはこれが最後のプログラムになりますので、はい、ネットでご覧の皆様に一言いただきたいと思います。若干あの会場の皆さんはまだ締めじゃないんであれですけど、ツイッチ見てる皆さんにはいよいよ漆黒の、もうね疲れちゃって頭が回んない、漆黒のヴィランズ発売までまあ3ヶ月弱ですけど、本当にここまで来れたのはあの会場に来てる皆さんもそうですけど、ツイッチの向こうでね放送を見てくださってる光の戦士の皆さんのおかげです。これからも突っ走っていこうと思いますので、放送上はこれであのファンフェスクローズになっちゃいますが、会場は最後まで盛り上がってですね、あの光の戦士の思いをねぶつけてもらいたいと思います。ではあのツイッチご覧の皆さん本当にありがとうございました。ではこれでファンフェスの放送2日目をクローズしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。この後ステージではジャンボくじテンダー抽選会を行った後、